そう、はい、すごい、すごいすごい割れてる。え、なんで鍛えてないの。なんでなんですかね。本当に叱って鍛えてないんですよ。いや、家で別に嘘だとは思ってないけど、でも本当にこうやって見せるとみんな、いや絶対ってか言いながらとか言うんですけど、本当にやってないんですよ。もう学生時代からこんな感じでキープしてんの。うん、中学の時から。いや全然いいよ、全然いいけども、今後福田屋のに説教するのやめて。そうですね、今のは本当に今のは中学の時からもうずっとですね、結構割と小学生高学年くらいの時からこういう体型結構体型で変わらないんですよ。別に鍛えてない、鍛えてない。ダンス、そうダンスはやってました。おダンスどういう系の。ポッピンって呼ばれる体を弾いたりするダンスとかがあって、おそのダンスとか今できたりするの。いやいやいや、もう慎んでやらせていただきます。マジで。ちょっと見せて。なんですかね、こう体をなんですかね、こうどん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 弾くんですけど、なんかこう部分とか。あ、すげえすげえ。そうなんですね、すごい好きで。すげえすげえ。何、じゃあ学校帰りに公園みたいなところでみんなで練習したりとかしてたの。なんか広場みたいなところがあって、そこどこでいつも夏休みみんなで集まって、上田の動きながら喋って、そういうのがあったりしたんですよ。そういうのがあったりしたんですよ。タメ口を使ってしまったんで、もうお詫びのしりとりだ。それ。そうか、じゃあ本格的にやってたんだ。結構やってましたね。こういうの。さらにご両親からも。